はい、ピョツでひょうこれです。ハートズベブゾンビアリアン2だっけ。続きから始めていきますよ。このじいさんのミッションを今回からやりますよ。ちょっと見てみて。いやー、作った、すごくない？やったね。テンションが上がってるのは俺だけですけど、ペリカンを探せ。どうなのに、あんたに話がある。こんなんだっけ、あんなこんなで沼でわしが隠れているのを邪魔しただろう。我々ゾンビペリカンどもに襲われちまったんだ。ゾンビペリカン、笑い事じゃねえぞ。あんただってやつらに囲まれや手出しはすまねえんだろうさ。あのクソっとれの鳥どもがわしの荷物を飲み込んだ上に、わしのワニ側のブーツの上に吐きやがったんだ。全部あんたのせいだぜ。これからも俺の助けを借りたいって言うなら、あんたがこの始末をつけてくれ。よそな。はい、わかりました。じゃあ荷物を取ってこいってよ。本当にもうよくない？そんなわざわざ人の命かけてまでいるよそれ。ただこっちはもう弓があるさ。こっちにはもう弓があるよ。ほらよ、一発し、ちょちょちょ、ふざけやがって、あいつ。マジ？吐くってそういうこと？ああ。さあ、吐きやがった。よし。ふざけやがってよ、あいつよ。なんなんだよ。ちょ、待て待て待て。あとで。来んじゃねえ。こりゃまた一筋縄じゃいかんのよね。つらいわ。うわぁ、もうやだ。帰りたい。荷物はどこだ？駆け抜けてやれ。体力は続かねえ。逃げ逃げ逃げ、ワーチャル。邪魔。助けてー。やーべーて、もうもう飛んだじ、うくわー、まだ飛んでもないところに。くんな、くんな、あー、お、まだ生きてる。逃げ道どこだ。一回落ち着きたい、一回落ち着きたいの。助けて神様。お前だ、お前が問題だ。行き止まりだ。おばばばば。おい、罰を押す癖ある。荷物どこだよ。てかどこ落ちてるってことか。ちょっと待てよ、マジで。
この数を相手にどうしてええんやん。時間弁だぜ。やばいやばいやばい、3が。今日一旦帰らない。これもう十分やったよ。今日のところ一旦帰ろうよ。ちょ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 、死亡しました。殺そう。これまた一匹ずつ。もういっぱいない？バカ、くんバカ。やばいやばいやばい。どうなってんだよこれ。いいぞ、戦えてるぞ俺は。この地獄の戦いでいる。ああ、つまみはメラなんてよ、死人無勢が人間様に立てつくんじゃねえ。まあひよこでやっておりますけど、回復しろ。こんなひどいよ。駆け抜けた感じ。もうこれだからやっぱどっかにアイテムが落ちてるってことでしょ。てかペリカンが持ってるってことじゃない？飲み込んだってことは。やっぱ一匹ずつ倒していかんとちょっと探索ができんね。参っちゃいますね。よし。こうやっぱ落ち着いた戦いをね、見せて。こう危険な時ほど落ち着いて行動すれば、なんとかなるよ。間密度。危ねえ、こいつ。さあ、かかってこい。てかペリカンでしょ？なんなんペリカンでも。で、ババ。プー。お前は持ってるだろ。吐け。正直に申せ。キングクリムゾン、エリンズの力見せてやる。ダメだこいつ、どうしないと。荷物こんだけやっても見つかんないよ。あいつか。お前だろ、正直に申せ。よし、やり。こいつ持ってない。駆逐しやれ。
きなグラス、孫の代まで。さあどうだい、もういないよ、こんだけ倒したよ、お母さん、僕こんだけ倒したよ、僕こんだけ倒したよ、やったよ、こんだけやっても見つからないってどういうご時世。あ、いや、つかお前だろ、すべてを吐け。あったぜ。はあ、疲れた、帰ろ。あ、こんな戦い身が持たんよ。サバイバルって何なの？こういうことじゃないよね。こういうことなのかな？ゾンビものにおいてはこういうこと。まあまあ、一気飲みましたよ。いや、一回死んだか。いやー、まさかペリカンがあんな、硫酸吐くなんて。それで、今、小荷物は、おい、なんだこれは、荷物がめちゃくちゃだ、しかも魚臭い。いや、そんな言われたって。努力は認めてやるが、今度と以上最後まで付き合ってもらうからな。はぁ、拒否権もないんでしょ？ああ、レベルが足りんと。まあ、めんどくさいから、もうレベル上げてやっちゃうか。レベルが足りない。キャンプレベルってよ。はい、どうかね。もう一回開けとか。さあ、これでいいんじゃない？はいよ。荷物がめちゃくちゃになっちまった以上、こいつ注文したやつに何かあったか説明してもらうからな。あんたが直接話すんだ。この取引で一儲けできるはずなんだ。一つキャッシュだぞ、やつもの。アイドルは真夜中に街の中で落ち合うことになってる。それと一つ中国だ。犬どもにちょっかいを出さんこと、一切音を立てんこと、さもなきゃあの世を行くことになるだろうさ。はあ、犬。犬が出てくる？なるほど、手を出さない。群れで来たりするってことかな。わかりました。これやっぱりうっくりの行動にかかってるかな。まあ、この辺全部やっちまうか。ひい。いや、音を立てないを意識しているんだが。ペリカンダーク。でも街中にペリカンいるってどうよ。とりあえず犬に気をつけよう。消費が激しいぞ。くっ。なんかブーマーみたいなの。ほら。
さあどこにいるのかな。なんかあったな。うわあ。さあこの建物の中いるな。キキキキキ。そっとじ。くっ、乗り越えらんねえ。じゃあ降りるか。この音何？さっきから結構マッコン。この建物は？入れない。どこにいるんだ。てか広いな結構。もうどこまで行くか。静かに、静かに、静かにしなさい。おとなしくなった。静かにしなさいよ。これですよ、見た。アマゾンからの届け物が。犬だ。うわあ。犬には手を出すなんて言ってたよ。もう襲われてからはしょうがないね。あいつの楽しかったさ、ああいう感じ。さあ、まあ手を出すなんて言われつつ手を出しましたが。静かに、静かにだよ。静かに。犬がいるからね。あ、つか俺水ねー。喉乾いてる。うるせえ。やっぱ静かにとかできんわ。静かにとかもうちょっと無縁なゲームになってますね。こっちかな。どこにいるよ。教えろ、どこにいるか。来た。やんだ。やれんじゃん。もっとやべえのかと思ってた。
やっぱ建物の中とかかな。いないよ。ギャス。緊急回避。俺の素早い判断。コングラチュレーション。頭いるなぁ。いた。あ、この辺怪しいんじゃない？公園。他いるかも。人よ。人がいない。本当にこんなところに生存者なんているのか。つか飲み物ね。あ、そういうな。やるぜ。とことんやってやるぜ。あは。やまーす。うん。ただの戦闘ゲーになってきたよ。ゾンビモンっつったら本来こういうものか。くたばれ。わあ、開きたくないな。すっごい勝ついるだろうな。すごいよ。ぶっちゃみしたらよ。やばいのじゅ。はじけてまさる。花びら巻きとこう。逃げれるよね。さすがにこんな建物なんかいないよな。やばい、追い詰められる。そうだね、ちょっと場所を選ばんと下手に死んじゃうわ。凄惨な絵面になって血だらけやん。もうこう血の気の多いゲームなんだね。何匹倒したよ俺も。完全に犬に手を出すなっていうのは関係なくなっちゃってる。いや、犬っすわ、マジで。もうちょいアピールしてもらわないと、こっの探す身にもなってみろよ、この野郎。
やろ、ねえそこのやら。いやー、わかってるんだけどね、飲み物はね、ないんだよね。参ったな。探すか。まずい。くそぶれ。いない、この辺。出来上がって。あいかん、スタミナない。出れる。入れないかな。ここからお邪魔する方法は。お邪魔しまーす。わ、隣の部屋に。ないかーい。いない。くー、わー、出す。ちょ、こっちにも。とりあえず開けて出んだよ、ボゲイ。痛いんじゃん、あれ。押し引きが鳴ってねえな。よし、いい感じ。マジで食らわんくなってきた。やべ。あー、ここに来て。いやーねー、もう口数が減る。疲れる。いない。どこだ、どこなんだ。ちょ、見てない場所。ちょっと真ん中らへん見てないか。いたー。もうわからんって、地図に出してもらわないと。ちまった、そいつ片付ける。で、何でしたっけ。ああ、はい、注文の品がないよと。ああ、疲れた。どれだけこの一つのミッション。これで動画一本分あるぞ、マジで。編集してすごく短くするかもしれんけどよ。はい。はい。疲れた。やめよう、これで。全然進んでる気はしないか。なんか、右上のさ、数字の4みたいなのね。あれ何？まあ、この辺にしときましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。ひよこまでした。